全部こんな感じなんですね。すごいな。遊園地にやってきましたよ。暗いですね。生駒山上遊園地は思いっきり冬季休園なんですね。それぐらい調べときゃって話なんですけどね。まあまあまあね、おっさん一人がね遊園地で遊んでほしいね。まあそれはそれでシュールで面白いか。動画的には2日から、もう次はね3月の13日までね、令和2年と。令和で作り方ですよね。綺麗ですよね。綺麗ですね。というかね、やっぱ景色がすごいですね。普通はね、ここで切符を買うわけですけど、往復切符も買えるのかな。こっからは往復切符は売ってないでしょうね。多分、生駒の方ではね、買えたはずですけどね。こんな感じで切符ね、で、まあ、料金表もシンプルですね。こうね、まあ、特に乗り継ぎとかもね、近鉄線と乗り継ぎとかもあるわけではないですからね。料金表、時刻表は完全に近鉄のやつですよね。昔は直行ってのがあったんでしょうね。ただ、あえて直行ってところは作ってますけど、今は何も書いてありません。で、普通列車が、こんな感じですね。今49分のが出てて、次は29分か30分ね。それを逃すと11時9分までないんで、これは結構気をつけないといけません。11台はこの29分のみと。40分スパンなのかな。そうですね、40分スパンなんですね。これですね。生駒山上遊園地。まあ、中は入ってていいのかな。そうですね。これも書いておこうかな。そう、この飛行島遊園ですよね。これは、ね、何かしらね、西日本の指令者が、ね、写真なり、これがこう、くるくる回ってるのはね、見たことある人いるんじゃないでしょうか。結構高いんですよね、これ。そう。ね、こっちずっと行ったところにもお手洗いがあるみたいです。ちょっとお手洗い借りようかな。結構私よくお手洗い行くんですよね。あ、ここだ、すぐだ、行きたもいいし。トイレでも昭和な感じですけど、上にシートはあれなんですね。まあきっとあれですよね、おそらくですけど、夏場はそう涼しいんでしょうね。こんだけ上ですからね。ですから特にクーラーはいらねえけど、やはり、これ冬場はね、冷え込みますから相当寒いですよこれ。標高がだいぶ高いですからね。なんて本当に山の上なんですね。あのね、ちょっと舐めてましたね。ちょっとテーブルからスーッと登ってるぐらいなんやと思ってましたけど、むちゃくちゃ登りますね、これ。いやー、こっからやったら景色いいんじゃないですか、これ。すごいなぁ。これずーっと車でも登ってくれるみたいですけどね。いや、横のところに結構かな、本当に走らせましたよね。ずーっとこれ。もう、石この下が、横の駅どれや、もうこの辺りが生駒駅じゃないですかね。これは、これですよ。こんだけずっと登ってきますからね。これはすごいですわ。で、もう奈良県ですね。もうほぼほぼ、生駒から最大地、奈良の市街地の方までずーっと、こう、見渡すことができるわけですね。すごいですね。いやー、
ちょっとあの崖の端っこの方いたら怖いですよね。さあどうなんでしょうね。あでも何て言ったでしょう、もっと私この山頂遊園地ってボロボロな感じなのかな、ならドリームランドみたいなああいう感じなのかなと思ってたら結構綺麗ですね。ほらこんな辺のね路地の建物とかも綺麗です、遊園地エリア坂をお登りください。入場受付ね、ここであの営業してる時は受付をするんでしょうけど、特にだからと、まあ、門はこっちの門は塞いでますけどこっちの門は開いてるんで開いてるみたいですね。野外劇場とかそうですね、これなんか遊具なんでしょうね。ああこれはえこれって大阪方面の方って見えるんですか。これ本当に山の上ですもんね。もしかしたらそのまんまあこっちからもずらーっと見渡せるし、往復だ、あ往復は何か20円なんですね。ちょっと見にくいか、ね、乗ってきましたね。今乗ってきたのはこっちのドレミの方と次スイートがそれがブルーで見ちゃったやつですね。まあ、宝山寺のあたりもちょっと一回ちらっと見たいと思ってますけどね。ゴーカートとかもあって。いやいや。これは、何なんでしょうね。あれか、ウィーってワイヤーで引っ張ってビューンって落ちるような、そんなような、あれなんですかね。そうそうそう。これは何でこれが何かひときわでねちょっとひときわで見るプカプカパンダって、あれですよね、あのでんでん虫みたいなんですね。須ヶ崎はもう今でんでん虫って言わんか何かねありますよね。いやいやいや、こんな感じね、園内マップ。行こうと、これですね。これが相当レトロで有名な糸田ですよね。昭和館というより、昭和でも相当、初期の戦前ですもんね、これ確か。とても、とてもそんな感じですよね。入場料金は500円と、こういう感じですね。あ、もちろんフリーパスもあるんですね。フリーパスいくらであるんですか、これ。それぞれ飲むのが500円とか400円とかで、300円からあるんですね。で、ちょっと光の加減で見にくくなってますけど、フリーパスは、いくらで売ってるんでしょうね。そうです、必要ですよって。セールですですね。何がすごいって、多分この SL 電車ね、走らせ出した時はね、普通に SL 電車が走っとったような時代かもしれませんからね。まあ、後から作ったのかもしれませんけど。鉄塔もあり。で、まあ、休園中でこっちはトイレ塞がってますね。ぐるって回ると鉄塔がね、熊の鉄塔が立ってますね。でも結構チケット売り場とかもちゃんと更新してやってるんですね。
でキッズランド、ですね、広場ですね、こういうのもあるんですね。で、なんでしょう、あの閉まってるお化け屋敷ほど怖いもんないですね。これ冬夜見たら怖いですよ。でこれなかなか、ね、怖く描いたところにね、このやはりレトロ感が出てくると、さらにねありますよね。あ、でもこっちはちゃんと言ってますね。さすがにそうですね、こんだけ上ですからね、ちょっと値段は変わってますけど、いや結構僕いろいろ施設あるんですね。おもちゃレトロトロッコね、まさにいかがしてるんですか、なんかなかなかすごい作りですね。クワクトレイ、これはここをくるくる回るのかな、メリーゴーランドみたいなあれかな。九十スベ、あ、これぐらいだ。そうですね。冬なんでいいんですよね。あの三重県ってやたら本格的に作るじゃないですか。ね、あのスペイン島、スペイン村にしろ、長島スパーランドにしろね、まあ、あの比較的緩く、ね、遊べるところといったら鈴鹿サーキットですけど、ね、あの鈴鹿サーキットで、そう、よりもこっちの方がなんかちょっと緩い感じですよね。でこれはこれなかなかレトロなあれですね。 ABC チャンネルシクス、これは ABC 放送のアンテナなんですよね。200円っていう案内とかもあるんですね。こういう、ラベルを作ってあるんですね。パターゴルフ、ね、18ホールですね。ね、9ホールで700円、どこにゴルフ場があるのあ、こっちか、めっちゃ レトロ感ありますよね。これ相当レトロ感ありますよね。ミュージックエキスプレス、いやこういうのってあれですよね。あ、にゃんこにゃんこカップル、にゃんこが見つめておりますか。ニャンコ、うい、うい、ニャンコね、大のニャンコ好きですからね。この微妙な距離感ですね。これぞニャンコですね。さすがに公園にある猫やから人慣れはしてそうですけどね。何や何や、でも毛並みきれいですから、何でしょう、このここの人かで飼われてるんですかね。来ないな、人慣れ、野良やったらすぐ警戒してピュッていっちゃいますから。結構歩いてきましたね。まあとはいえ、こね、なんでしょう、こういうのってそれこそ何て言ったらいいのかな、いいですよね。左の配信で全然良くなってますけど、こういうのってまさにあの白黒映像で昭和初期のね、今こういうような遊具で皆さん遊んでましたみたいなのが、なんかそのまま残ってますよね。うちの親父が子供の時とかに見ても懐かしいなみたいな、ね、うち
ちのじいちゃん世代とかでもね、こうやってたような、そんなのが、ね、今もこれ現役で動いてるんですね。ね、ちゃんと現役でやってるんですね。これすごいですね。というわけで、カチャーゴルフ場があって、奥はテッドとかがいろいろとあるみたいですね。まあ、この先はもう遊園地としてはなさそうですけど。すげえな、これは ABC の機械です。YTV ってやってますけど、これは読売テレビさんのことですかね。さあ、ぐつぐつやると15分で、テーブルから発車します。結構40分あっという間ですね。もう半分以上時間を作ってるんですね。でも、勤務室とかもちゃんと置いてあるんで、そういう結構設備の更新をしてるんですね。こういうのなんて言うんですか、エモいですよ。エモいですね。これは、特に今、閉園してる、閉園期間に来たんで。ね、これは、エモいですね。これでも、逆に来るかもしれません。すごいな。ニャンコもいますしね。いや、こっからの知識もすごいですね。いやいやいや、道屋サイダーのスポンサーついてるんですね。もうこっか、それの日には置いてあるじゃん。さっきからここがゴーラですけどね。よっしゃ、大パネルらしいです。こういう景色いいでしょうね。すげえ、これ大阪方面か。やっぱ三条から見えるんですね。うわー、すげえ。こっちが風で大阪府、大阪の街でしょうね。いや、こうしてみると大阪の街ってすごいですね。うわー、そうですね。お昼で見ながらがこっちがしかしで、もうちょっと見るとこあるかな。こちらもすごいですけどね。大阪からずっと京都に続いていくね、京阪ですね。はあ、サイクルモノレールとか、こうモノレール自分でこう越えてあれですね、越えてるようであれですかね。なるほどなるほど。うわー、すごい。うわー、ここ、こっちがあれですかね。阪急梅田とかですかね。ええ、すごいですね。ビルが、うわー、あと立ってるのが見えますね。で、多分、そこからずーっと南の方、くーって下ってたところに、ポーンとでかいのがありますね。これがアベノハルカスかな。へぇー、すごいな。これ、取れますかね。おぉ。で、そのまま、ずーっと北の方に行くと、こっちに多分、これが、梅だから、これ難波ではないですよね。多分難波はその間ぐらいのここら辺ですよね。かな、大阪の地位詳しくないのに勝手に言ってますけど、こっちから行った方がいいかな。うわ、相当、これ相当ズームしてこれですからね。肉眼で見るとすごいですよ。うわ、すごいな。あ、だからあそこのとこね、パラダマね、鉄塔のところから回ってみたら、これは相当景色いいんじゃないですか。すごいですね。ああ、こっちやとすごく見えますね。
うわうわ、すっげえわこれ。うわ、大阪湾、神戸の港とかまで全部一望できるんですね。うわー、すげえ。あ、これはすごいな。ずっと雲の高さですけど、これずっと寄ったら見えね、そこにあべのハルカスがあると、ずっと奥に、すごい、マジか、あれ奥に飛行機が見えますけど、わあ、ちょっと親がだ、奥にずっと見える、これ四国まで見えとんのかな。あそこは違うか、神戸のポートアイランドかな。あー、すごいですね。あ、でも奥に明石海峡橋が見えますよね、うっすらですけど。あ、寄ってきた、寄ってきた。あ、これね、これはポートアイランドの橋、その奥に見えな、肉眼やとなんとか見えるんですけどね、明石海峡橋があって、その奥に四国まで見えますね。わ、すごい、これはすごい。でずっと行ったらあっちが京都かで、奈良が見える。うわー、これはすごい。はあ、これはぜひ一度来ていただきたいですね。これはすごいですよ。行けるかな。よいしょ。はい。あ、大丈夫です。どうぞ。よかった、よかった。閉じてもらった。あれ、よいしょ。ご乗車くださいましてありがとうございます。